京都インターナショナルユニバーシティアカデミーは、京都府京田辺市に立地するインターナショナルスクールである。略称としては、旧あや旧アカデミーが用いられる。1年生から12年生までの小中高課程を提供しており、アカデミーとしては1999年に開校した。大学部である京都インターナショナルユニバーシティとキャンパスを共有している。 西洋式カリキュラムとキリスト教理念をベースにしたバイリンガル教育を提供している。カリキュラムにおいては英語及び日本語教育が重視されており、トーフルや漢字検定を学内で実施している。一般的な産学規制を採用しており、各年度は4月に始まり、3月に終わる。小中高の分かれ目が一般的なものとは異なり、小学部は1年生から5年生。 中東部は6年生から8年生、高等部は9年生から12年生となっている。中東の編入学にはかなり寛容である。国際的には1年生から12年生までのすべてのカリキュラムがキリスト教学校国際協会によって認可を受けている。アクシーは文部科学省によって国際的な評価団体としてバスク、CIS とともに 認知されておりキュアの卒業生には日本国内における大学入学入資格が認められるる日本における各種学校としての法人格は京都インターナショナルユニバーシティとして大学部が持ち、高等部はその一家ほどという扱いになっている。選挙によって選ばれた役員と各学年のホームルーム代表からなる生徒会が置かれている。中 高等部全体が関わる行事には生徒による委員会が置かれる。毎年開催される学校行事は以下の通り。日本の慣例とは異なるシーズン性が取られており、一つの部活動は1年に3ヶ月間のみ開催される。西日本のインターナショナルスクールによって構成されるスポーツ団体保者に参加しており、他校とのスポーツ交流は主に保者主催のリーグ内で行われる。 地理的な要因から、特に、カナディアンアカデミー、メリストブラザーズ、インターナショナルスクール、名古屋インターナショナルスクール、大阪インターナショナルスクールとの交流が盛んである。体育会系のクラブ活動としては、以下のものがある。バスケットボール部、バレーボール部、サッカー部、野球部バスケットボール部、バレーボール部、サッカー部、 野球部文化系部活動としては文芸部のみが存在する。2011年頃に音楽活動をするため、軽音楽部が創設されたが、2014年にはメンバーがいなくなったため配布している。また、委員会活動の一つとしてイヤーブック委員会があり、毎年イヤーブックを発行している。大学部とキャンパスを共有しており、高等部高学年の生徒は高校在学中から、 大学部の講義を受講することができる。取得した単位は、高等部と大学部の両方で認められ、他の大学へ進学、転入する際に移行させることが可能となっている。ありがとうございます。